はい、お皿に3枚並べてたっぷり乗せていきます。はい、ようこそズミ飯へ。美味しいデザート中にあるから、よかったら入ってよ。今日はルヴァンプライムと、みんなヴァンゴールサポーターが大好きな金星金信玄餅を使って、デザートを作っていくよ。今回、作るレシピで、使用する食材はこちらです。ルヴァンプライム、信玄餅、ミックスフルーツ、そしてバニラアイスです。それでは早速作っていきたいと思います。まずは、ルヴァンプライムを、出します。袋からまあ3枚ぐらいでいいですかね。3枚作りたいと思います。はい、お皿に3枚並べて、まあルヴァンプライムってもこれだけで美味しいんですけれども、まあさらにですね、ここにちょっとバニラアイスの魔力を、足していきたいと思います。はい、バニラアイスを、まあ、スプーンですくっていただいて上に乗せる、上に乗せる。はい、まあこれは量はもう皆さんお好みで乗せていきましょう。はい、乗せます。そうしましたら、次に信玄餅ですね。信玄餅を、乗せていきます。はい、もうこの信玄餅美味しすぎて、深海魚はもう匂いにつられて波に、海岸に打ち上げられたっていう噂がある。まあ、小泉がそうやって言ってました。はい、っていう、あー乗せられない。はい、はい、こんな感じで乗せていきましょう。で、乗せられましたら、最後に仕上げですね。きな粉はここに乗せていただいてもまたいいんですけれども、追加で。で、これはここに黒蜜を最後にトッピングしていきましょう。はい、ちょっときな粉が黒蜜を弾いてしまうんですけれども、たっぷり乗せていきます。はい、いい感じですね。で、最後にまあこれあってもらってもいいと思うんですけれども、フルーツがあれば、まあ、フルーツでしっかりとビタミンも、甘いものだけでなく、バニラだけでなく、フルーツで、ビタミンを摂取していきましょう。好きなように、サイドに盛り付けていただいて、はい、ちょっとですね、バランスを整えてあげたら、はい、完成です。どうでしょう、こんな感じで美味しそうですよね。はい、こんな感じで、完成しました。もうこれどっかのイタリアンとかフレンチのデザートで出てきたら多分僕5,000円でも買います。はい、え？食べたいの？しょうがねえな。食べさせてやるよ。あーん。今日は来てくれてありがとう。また美味しい料理作るから食べに来てね。バイバイ。
いや、ちょっとこれマジで恥ずかしすぎですよ、もうこれ。ちょっと本当にこんな感じじゃないんで、僕もっとちょっといじられたいんで、はい。皆さん、ぜひね、ちょっとこの動画見て、いじってください。お願いします。はい。じゃあ、また皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。マンホール甲府の YouTube チャンネルの登録はお済みですか？チャンネル登録するとヴァンフォーレ甲府の YouTube を逃さずチェックでき、試合以外でもトレーニングの様子や様々なコンテンツ、選手のオフショットなどをお楽しみいただけます。え、まさか元木まだチャンネル登録してない？仕方わかんない。いや、マジでわかんないけど。と、チャンネル登録は簡単。この動画の右下にあるチャンネル登録ボタンを押すだけ。もちろん登録は無料。この動画を見たら忘れないうちにぜひ今すぐチャンネル登録してね。チャンネル登録してね。